新年明けましておめでとうございます。年の初めにあたり、石川市長にお話を伺いたいと思います。石川市長明けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ます昨年11月の市長選挙では再選を果たされ、3期目を迎えられたわけですが、この1年を振り返って、また今後どのような行政運営を行うのかお聞かせください。はい はい、昨年は世界中で新型コロナウイルス感染症が猛威を振るった一年となりましたこうした中本市におきましても小中学校や幼稚園の臨時休業、新居浜太鼓祭りの中止など日常生活のさまざまな面でコロナの感染症の影響が影を落としました令和3年度は本市のまちづくりの最上位計画である 第6次長期総合計画がスタートいたします計画では昨年策定いたしました第2期新居浜市総合戦略の各種策を重点プロジェクトと位置づけ地方創生の取り組みを推進させてまいりますまさにスタートを切るという大切な1年なんですねそれでは昨年の具体的な成果などについてお知らせください はい、まずは新型コロナウイルス対策についてお伝えしたいと思います。新型コロナウイルス感染拡大に伴うさまざまな自粛等により、本市におきましても飲食店やホテルなどのサービス業を中心に、売り上げが大幅に減少するなど、多大な影響が出ておりますことから、国の地方創生臨時交付金などを活用し、感染拡大の防止や、雇用の維持と事業継続など、 特別定額給付金を含め総額146億円余りの予算を措置いたしました市のホームページに新居浜市版新型コロナウイルス感染症拡大に伴う主な支援策等を詳しく掲載しておりますのでそちらをご覧ください新型コロナウイルスについてはウィズコロナ・アフターコロナを見据えてしっかりと対応していただいているんですね 他にはどのような取り組みがありましたかはい、昨年の大きなトピックスとして、消防防災合同庁舎の完成について挙げたいと思います。頻発する自然災害に備え、防災・減災対策の充実強化が喫緊の課題となっております。こうした課題に対応するため、市役所西ドランに体験型防災学習施設を備えた危機管理・消防・ さらには被災した際のライフラインの早期復旧を図るため水道下水道機能を集約した同庁舎は震度7クラスの地震にも耐えうる基礎免震構造を採用しており12階に併設している防災学習施設は疑似体験を通じて災害対応力を身につけることができる 施設となっておりますぜひ多くの皆さんにご来館いただきたいと思いますえ、私も番組で疑似体験をさせていただきましたが、うん、本当にリアルでびっくりしました日頃から災害への意識を高めるためにも一人でも多くの皆さんに体験していただきたいですねえ、ところで昨年は嬉しいニュースがいくつかあったとお伺いしていますが はい、えー、星越町にですね、えー、住友山田社宅の6と8軒が国の登録有形文化財として令和2年8月に登録されました住友山田社宅は JR 新居浜駅の北西約2キロに位置する住友各社の社宅群で昭和4年に開発が始まりました、えー、旧住友別子鉱団株式会社の常務取締役だった鷲尾景次が 地方公営策というまちづくりの一環として計画をした社宅で当時最大290個の規模でございましたまさに新居浜市と住友グループの発展の原点がここにあるといっても過言ではなく共存共栄の証しとして大切に保存し後世に伝えていきたいと考えておりますなお今後につきましては社宅群の整備を進め 本年3月の一部公開を目指しておりますまさに歴史の意気承認と言えますね今から公開が非常に楽しみです他にはどのような出来事がありましたかはい、えー、雑誌アエラのですね2020年の8月号において本誌がコロナ時代の移住ランキングで移住に適した自治体の全国14位に選ばれたのも嬉しいニュースの一つですね コロナ禍で自宅で働ける時代にシフトしつつある今、あ都会から地方への移住を検討する人が増えております。分析項目は、住宅・買い物・カルチャー・将来性・子育て・治安・医療・災害・行政の8項目で、愛媛県ではトップの評価となっております。また、行政サービス比較検索サイト、 生活ガイドコムの全国住み続けたい街ランキング2020においては四国1位にランクインするなどこれまでの取り組みが着実に実を結びつつあると手応えを感じております全国で14位そして四国で1位とは本当に素晴らしいですよねこれからもどんどん新居浜市が住みやすくなるような施策を実行していただきたいと思います 他にはどのような取り組みがありますかはい。昨年の10月25日から27日に JR 四国富士トラベル主催での行われた日本丸チャータークルーズについてご報告をさせていただきたいと思います。クルーズ船日本丸は新居浜港初入港でございまして、新型コロナウイルス感染症の流行後、 国内初の商業運航再開が新居浜港の発着クルーズとなりました船内及び寄港地では各種ガイドラインに沿った感染予防対策が徹底され乗客の皆さんは安全安心なクルーズを満喫し全員が元気に新居浜港へ戻ってこられました JR 四国富士トラベル商船三井客船をはじめとする クルーズの運航にご尽力をいただきました皆様に感謝を申し上げますとともにこれを機に着実に実績を重ねウィズ・コロナ時代の新しい形のクルーズが定着することを期待いたしておりますまさにウィズ・コロナアフターコロナを見据えた取り組みですね他にはどのような取り組みがありましたか、はいえー、生涯活躍の街拠点施設の整備を挙げたいと思います。 旧若宮小学校の跡地活用について令和元年6月に策定した若宮小学校活用基本計画に基づき現在改修工事を実施しております本年4月の教養開始を目指しております新しい施設は施設全体のコンセプトを「感性を育むワクワク」を創造すると設定し子どもから大人まで 自分にとってのワクワクを発見し関わり想像することができるまたそれを支援する体制を整えた多目的複合施設として活用していく計画ですなお施設の愛称とロゴマークにつきましてはそれぞれ公募させていただき愛称はワクリエ新居浜にロゴマークは新居浜市在住の方によるつつじをモチーフにした 作品に決定させていただいたところですこちらもオープンが非常に楽しみな施設ですね、はい、ここから新たなワクワクが生まれることを期待していますはいありがとうございます他にはどのような取り組みがありましたかはい、えー、冒頭で長期総合計画のお話をさせていただきましたので第5次長期総合計画の6つの分野からトピックスを紹介させていただきたいと思います まずは平方富山線の開通についてご紹介させていただきます平方富山線につきましては南中学校西側の約95メートル区間が未整備で残ったままになっておりましたが昨年12月25日に供用を開始することができました事業の実現に協力をいただいた墓地関係者近隣住民の 皆様、並びに地元自治会の皆様に大変お世話になりました。感謝を申し上げます。環境分野についてはいかがでしょうか。はい、市内に住む満六十五歳以上の市民の皆様を対象に電動アシスト自転車の購入費用の補助を行っております。高齢者の皆さんが日常の移動手段を自動車やバイクから自転車に変えることで地球に優しく。 活動的な毎日を過ごせるよう応援するとともに運転免許を自主返納した皆さんの移動手段をサポートするものですなお受付期間は3月31日までとなっておりますので対象の方はああぜひご活用をいただきたいと思います経済分野についてはいかがでしょうかはい、コロナ禍でテレワークなど働き方が多様化する中本市へ新たなビジネスや 人の流れを呼び込むため、サテライトオフィスと誘致支援事業補助金を創設いたしました。サテライトオフィスを整備する事業者への補助制度により、本市におけるサテライトオフィス拠点整備を促しますとともに、整備したサテライトオフィスの呼び込みを加速するため、オフィスの賃借料を補助する制度を設けることで、本市への企業誘致、ひいては移住、 UIJ タウンにつながることを狙いといたしております福祉分野についてはいかがでしょうかはい健康プログラム事業について挙げたいと思います、えー、日頃の運動不足を解消するため特に若い世代が運動に取り組みやすい環境を整備することを目的に3内市5人のグループを結成し活動量計によって歩数を競い合うとともに 県立医療技術大学の協力を得て、事業の評価分析を行い、運動の効果を可視化することにより、若い世代の主体的かつ継続的な健康づくりを推進いたします。教育分野についてはいかがでしょうか。はい、小中学校 ICT 環境整備について挙げたいと思います。国のギガスクール構想に基づき、今年度中に小中学生、 一人に一台タブレットを整備するとともに、それに必要な高速通信ネットワーク環境の整備を小中学校において行い、ICT を活用した学習活動の充実を図ってまいります。その他の分野についてはいかがでしょうか。はい、赤金ポイント事業について挙げさせていただきたいと思います。これまで市が実施してきた健康や環境に関する活動や、 加盟店での買い物でポイントがもらえる地域ポイント制度赤金ポイントを昨年の5月からスタートしていますえたまった赤金ポイントは加盟店で1ポイント1円で利用できますポイントの事業を通じて市民の皆様の市の事業への参加促進と地域経済・地域コミュニティの活性化を目指していますありがとうございました えところで現在は来年度の予算編成作業中だと思いますが今年取り組む事業について分かる範囲で教えてくださいはい、今年は新型コロナウイルスの影響もありイベント関係は中止や延期あるいは縮小を余儀なくされましたあ1月10日に開催予定でありました成人式も新成人並びに市民の皆様の安全確保を優先し 延期させていただきました今後のコロナの状況を見定め開催時期を判断してまいりたいと考えております残念ですがこのようなご時世なので延期の判断も読めないと思いますその他の事業はどういったものがありますかはい、高校生の医療費無料化です子どもの医療費無料化についてはこれまで女性対象を中学生までとしておりましたが 令和三年十月からは外来入院ともに高校生まで女性対象を拡大いたします。他にどのような事業がありますか。はい、本市の顔を玄関口であり新都市拠点と位置づけられている JR 新浜駅が令和三年六月二十一日の月曜日で開業百周年を迎えることになります。つきましては JR 四国と連携をして。 新居浜駅開業業100周年記念事業を実施したいと考えております地域公共交通の拠点であります新居浜駅の記念すべき100周年を市民挙げてお祝いできればと考えております今後開業100周年記念を契機に今まで以上に市民の皆様また新居浜市に訪れる方々が親しみを持って新居浜駅を利用していただけるよう取り組んでまいります 本市の観光振興につきましてはこれまで誘客促進や観光情報の発信を新居浜市観光協会がお土産などの物産の開発や販売促進は新居浜市物産協会がそれぞれの役割を担っておりましたがより効果的効率的な事業実施や情報発信が行えるよう今年度 両組織の統合に向けた取り組みを進めておりますえまたあ組織の統合に合わせて JR 新居浜駅社内に観光物産情報の発信拠点となる施設を新たに整備し観光客にとってより便利で親しみやすい空間になればと思っております他にどのような事業がありますかはい今年夏に完成予定の 県立新居浜病院内に、新たな救急隊員教育の充実・質の向上を図り、医師と救急隊員の連携・強化を推進するための救急ワークステーションを開設いたします。救急ワークステーションは、あ消防本部の救急車を配置して、救急救命士を含む救急隊員が病院実習を受けるとと,ともに、医師による 救急車同乗実習を受ける研修体制で医療機関と消防機関が連携した教育の拠点となるものですプレホスピタルケアの充実を図り安全で安心のできる質の高い救急サービスの提供へつながることを期待していますありがとうございました、はい、どうもありがとうございましたそれでは最後に市民の皆さんへ一言お願いします、はい 昨年11月に行われました市長選挙におきまして市民の皆様はじめ各方面からの力強いご支援とご向上を賜りました皆様方の期待と信頼を力に私自身が先頭に立ち市民団体事業者そして行政が一体となったチーム新居浜でみんなが主役みんなが誇れるそしてみんなに愛される新しい新居浜をつくる取り組みを推進し 市民の誰もが幸せを実感できる笑顔を輝く新居浜市を目指してまいります決断と実行を基本にスピード感を持って取り組んでまいる所存でございますので今後とも皆様方の一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げ私の説明を終わらせていただきますありがとうございました本日は石川市長に念頭にあたり昨年の 行政運営などについてお知らせいただきましたマイタウン新居浜では今年も新居浜市の主要事業について折に触れてお知らせしていきたいと思います西川市長、本日はありがとうございましたありがとうございました